え、わかんない。何、告知できん、わかんない。え、マジで情報がわかんないんですけど。前チャコキチさんと呼びなきゃ。あ、そういうこと。あ、でもチャコキチさん知ってる。わさび好きな人。え、でもね、2階席は、え、なんか一部も人部もなんか1階よりも 2階席の方が赤と紫多かった。嬉しかった。やっぱりツインテール、そうツインテール。おい、ダメだ、ちょっと本当にダメ。今日はもうあのすっぴんのね、あの顔面はあのみんなは可愛いけど私はやばいんで、ごめんなさいけど今日はこっちで。うん、ツインテールは、しかも前髪キモい、こうしてます。へへへ。でもちょっとここ痩せたかもね。マスカラが、マスカラに聞こえることってあります？あ、マラカス？ないです。こんばんは。リップの発色、リップはこれ、おとなしい髪で結構正規のこの感じ。ありがとう。おとなしくないです。なんかおとなしいのかな。おとなしいのかわかんないんですけど、あ、知り合いなんだ。え、知り合いなの？すいません、ペラントフリフリスの忘れて画面。え、嬉しい、ありがとう、いろのりさん、ありがとう、嬉しいな。あの山口のあのあれ買ったんですよ、アーカイブを。2部を最初買ってるんですけど、なんか煽りが自分思ってたより、なんか思ってた声と自分違って、あんな自分の声低いって気づかなかった。なんか結構高いって言われて生きてきたので。この18年間、あんなに低いと思いませんでした、自分の声が。おはよう。2階席、確かにね。でもちゅうちゅうさん、え、でも見えたけどね、不思議だわ。元気な子、ありがとう。いつもスピンです。え、平次さんってあれ女の方ってこと？やっほ、半見せたら全部、あ、そういうこと。そうだね。あ、もうじゃあこれはもう私の顔面だ。山口のビッチズビッチすごくよかった、ありがとう。でも配信で伝わるって結構嬉しいんだよね、そこ。ありがとうございます。おゆおもえ音が、あ、じゃあおもえ、おもえっていうかおもえなのかな。うん、こうしとこう。今日は巻きすぎました。あ、待って、そうです、アイロンずっとつけっぱなししてた。ちょ待って、これだけ言ったか、おっさんです。それ失礼しました。こんばんは。歌もひー声だった。え、なに、ひー声って何ですか。え、ひー声って何。あっちょ、ひー声って何。ありがとう、なんか褒めてくれたんか、ね、さっきまでこう巻いてたんですけど。マジでオーディション思い出す。頑張りちゃん、やっほー、ゆみこさん初見ありがとう。あ、さだおやっほー、りちゃんこんばん。ねえ、そらいろさんやっているわ。あのお誕生日おめでとう言えなくてごめんなさい、言えなかった。お誕生日おめでとう言えなかった、ごめんね。言おうと思ってたんだけどなんか言えなかった、ごめん。なんかおまゆだな、ほんと。いや待って、でもこれオンザ眉毛だよね、これ。ん？アンダーザ眉毛か、これ。
温度え、わかんないどう、どういうドドドドドドラえもん、あ、低い低い声だった、よかった、うん、反応してくれてありがとうございます。こちらこそありがとう。表現力良かった、やったー。あ、ゆうちゃん久しぶり、え、待って、りさこさんゆうちゃんをさ、オーディションの他の子に行ったの見てしまっちゃったでも来てくれたから嬉しい。リオチョンを教えそこの子も、あ、そうなんだ、え、じゃあ平坂さん、もしよかったらりさこもあの司会に入れてくれても嬉しいよみたいな、卒院してますよ。もうゆうちゃんいないとやってきねえわ、よく研究で打ち込んだなって感心した。え、でも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 先輩方がいらっしゃったからりさこできたんだよって、本当にいらっしゃらなかったらって感じだったね。なんかいちごがさ、ちょっとごめん、さっきなんかね、なんかボイメ送ってきたんだけどさ、ボイメって開かないと読めないから読めないんだよね。あ、もし見てたらあの文章で送ってもろうて、いちごちゃん。山口りさこ頑張ってよかった、ありがとう。りさこもっとかいわれにさ、理想送るつもりやったんやけどさ、なんかおいってなっちゃった。山ちゃん次、嬉しい、ありがとう。牛尾田さんありがとう。いいよ、あの映画を見れたらそんなこと、じゃあ今言うな。サダイロさん、お誕生日おめでとうございました。 OK、 プラマイゼロ、お前、もう少し短いで喜びます。ピコ、あ、だ、もうだ、でも森さん眉毛今バッチめっちゃ綺麗やけん、今眉毛やってもらったばかりだから。こんばんは、面倒でカノル見てリサ好きな人で認知されて照れた、照れんな一人で照れないでもろて。ひろのりさんハートありがとう。フィッチーズめっちゃよか、ありがとうございます。ハイトさん、最近リサ子しか書かない矛盾してるんですよ、語尾にイチゴがついちゃってて、どういうことですか。うん、なんかマジでさ、目がさ日によって違うね、平行二重の時もあるし、末広二重の時もある、末広二重の時もある、どうしてくれますかね。今日夜はお好み焼きを作ったんよ。あの曲は誰が選んだのかな、え、多分運営山地公園でみんな書いてみんな好きでしょ、あ、うん、みんなやん、それ7人全員ってことですかりさこが入ってるな、嬉しい。あ、ひなちゃんこんばんは、あの見たよ広島公演の、マジで今日はあのちょっとね、ほぼすっぴんなので映せないんですけど、ありがとうね来てくれて。うん、こうしとこ、1時1から君好きが最高でいいってことで、ありがとう。そう、2部はあの君好きのコールをあのやらせてもらったんですよ。めっちゃ初めてで緊張した。こんばんは、こんばんは、もっとりさこのこと知らない、嬉しい、ちょっとメール取ってもらっても全然嬉しいんですけど、ホーム画面から、ホーム画面トップ画面からあのチェックしてもろうたら全然見れます。あのショールームは毎日できてないんですけど、メールはなんとか生存確認はできると思うのでもしよかったら、うん、ずっとレシャコ見てました、ありがとう、嬉しい。え、女子力は高くないですよ、全然高くない、なんならもう、え、なんて言ったらいいか分かんないけどなんならな、そう、
殊な趣味ないんですか。犬は、犬、犬ばって何これ。やだ、歯並び悪いんですよ。そう、かわいい。最近いちごちゃんに大変お世話になってます。ああ、全然全然、こちらこそですよ。今日はいちごとお出かけして、またいつかメールあげますね。こんばんは、こんばんは。あ、もくやほう。あ、ケンシ、ケンシって何、この花のこと。難しいね、日本語って。お疲れ様です。ケンシって言うんだ。なんかオーディションの時やった気がする。やってないっけ。ちょっと今日は別にあの顔面があの優れてる方ではないので、もう少しで終わるんですけど、ちゃんとメイクした時にまたちゃんとした配信します。あ、そう、横浜フェス出演させていただくんですよ。そうなんですよ。時間帯が出たっけ。おしもら、こんばん。直接パフォーマンス、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。幼い幼いですか。私18歳ですけど。待って、ね、本当にさ、アイラインだけってやめよう。本当にやばい。もうすっぴんと変わらん。なんならすっぴんの方が。え、ちょっと待って、アイライン取っていい？え、ちょっと待って、ゆめちゃん、クメ、あれ、クメありがとう。あ、違うよ、別にそういう意味で言ったんじゃないけ。違う違う。いさこは同じルームを見た時に、ゆうちゃんがおって、あの親近感というか、とても嬉しく湧いたので、あ、ゆうちゃん、来たねって言ったつもり。ありがとう、クマ、ゆうちゃん。なんかごめん、片手だけ。ゆうちゃん、くまありがとう。と、取れますか。ありがとう、ゆうちゃん。本当に大好きです、よりさこは。キモかったらごめんなさい。ありがとう。やえばどの、やえばは右。その犬、犬ドッグは左。覚えて。スタジオ共演してくれて嬉しかった。え、当たり前じゃないですか。梨紗子はあのオーディションの時からもう踊るためにほぼ STU に入りたいっていう理由があって、踊りたかったから。だからスタジオを目指し続けるよ。ちょっとアイライン撮ってみていい？もうこれ見せるわ。あの女のね、ほらこれ、これもアイライン取ったやつ。もうこれガチスピン。おい、うん、そうなのよ。星もらうよ、空葉さんのために。え、全然投げもらってください。こんばんは。メイク関係なし、かわいい。あ、ありがとう。そんなことないけど、ちょっと待って、なんか、ま、前髪やばいかも。オッケー、なんかやばい。オッケー、大好きだから。いや、ゆーたん、りさちゃんのが好き。りさちゃんのが大好き。うん、ゆーちゃんいてくれないと無理。ダンス好きなのね。そう、ダンス大好き。なんかヒップホップ系を自分めっちゃ極めたくて、めっちゃ決まりたくて、なんか今まではジャズ系とかだったので、なんか「よう、よう」みたいな、ああいうやつを極めていきたい。梨紗子好きだから梨紗子に星投げて。あ、いや、でもあの梨紗子イベント参加してないから、あのいちごとかに嬉しい、ありがとう。だけどいちごとかに投げてあげて、本当にマジですごいよ。本当にみんなすごい。え、そんなの秘密デカめ効果。かわいい、スタジオの表情です。
ありがたい。そんなそんな、ついていけるかでも不安なのに。お顔半分、お顔可愛いのでモンハムみたい。いや、もう半分はちょっと有料コンテンツなんで。いちごのね、りょうちゃんさえバレると決まる。まずい。何が？りちゃん、ジャズ系も。嬉しい、ありがとう。そういえばね、あの服頼んでたんですよ、いちごと一緒に。いつもいちごいる。いちごと一緒に服頼んどって、今日届いたんですけど、また今度紹介します。で、結構それがマジで韓国のストリート系をもう極めた服なので、またスレッズとかあると思うので、待って、手が痛い、なので乗せます。そうだよ、バレンヒポブレフできたら鬼に、鬼に、うん、いちごちゃんも頑張ってるな。そう、いちごガチですごいけん、本当にすごいよ。平津ぐ1000万円ありがとう。いただきます、1000万円。何しよう、1000万円で。ありがとう。大福？どういうこと？そう、有料ですよ。お洋服楽しみ。ひなちゃん、ひなちゃん、りさこも楽しみしてて、本当に。マジで、あの、見せたいもん、今。でもごめんね、こんな顔面なので今はちょっと見せれないんですけど、またメイクチャンスしたら、りさこの洋服紹介ってやる。小半で買え、どういうこと？有料、そう、ここも有料ですよ。ゴッティちゃん、いや、ピャルクじゃない。ごめんなさい、厳しい。やっほ、来週はもう広島、それな、そうなの、もう来週広島公演なんですよ。おっと、やばくない？ちょっと、りちゃんの宿楽しみ。へへへ、もうりさこはゆうちゃんがいてくれたら。めっちゃ重いかも。ごめんね、こんな女嫌だよね、絶対嫌いになられたら。韓国スイダーリーとかっこいいやな。そうよ、もう今まではなんか、でもガーリー系も好きなんですよ。グレイルっていう服あるんですけど、めっちゃそこで買っとったんよ昔。でも今はリードとか、うん、結構買っとる、いろんなとこ。ジャケン楽しみにしとってください、服は。おぉ、びっくりした。めっちゃ二重、ここ二重によってガチで顔変わるんですよ。これか、これ、うん、わかんない。雨なの広島公園、そうなの？セトリ変わったりするのかな、どうなんだろう。あ、トンちゃんごやっほー。フルーツ、フルーツ、どういうこと？好きになりそうで怖い。もうなっちゃい、なっちゃい。あ、始まったよ、いちごの配信。今ちょうど始まったわ。いちごちゃんに皆さん星投げをお願いします。頑張ってるから。こんばんは。もう5分したらちょっと終わりますね、今日は。バケハとかもかっこいい。バケハ買った、やば、買ったんですよ。セラの CD 買います。何それ、コマヒップホップ系。みゆみゆ先輩、そこマジで大好きで、本当に。でもマネージャーさんに言ったら、なんかね、なんて言われたっけ、なんて言われたっけ、なんて言われたか覚えてないんですけど、 あのね、なんかアイドルってより、なんか、めっちゃダンサーみたいに言ってた。やけん
すっごいなと思って、なんか今日声低い、なんか喉が調子悪くないんですけど声が低いですやばいマジで、もう顔面こう壁にしますか、こう話します、いちごに練乳赤み、え、それな美味しいよね、僕はリサが好きな時でとか言って結局いちごですやろ、ですやろですよね、ダンサーっぽい、え、めっちゃ言われた、なんか山口公演の時もあのダンスの先生に、え、リチャ格好ダンサーだねって言われたいやそんなことないですよつって、確かになんかダボダボも好きだしへそ出しも好きだしなんかいろいろ好きなんですよ、韓国がいい、お前女の子好きです、あ、ちょっとゆうちゃんちょっと、え、でもみんなごめんね、あの女の子限定だから本当に重いのはごめんねえ、多分ゆうちゃんはりさ子の方がゆうちゃん好きな自信がある、ガチの、ミラさんもダンス、え、それなすごいよね、こんばんこんばん、帰ってきた帰ってくるんかい、自分は体調重いおじさんに死んでそんなこと言わないで大丈夫ですよ、かっこいいダンサーはスタジオ入れる、格好ダンサー、へそ出しそれはかわいい、え、そんなやめてください、そんな、え、違うですよ、かっこいい系ですよ、僕も女の子好き、実はこうグイグイ来て、え、じゃああのライブで有料コンテンツなんでやめてください、おへそそんな違うんですよ、私女の子に女のね有料なので。待って、前髪いやー、こうしとこ、オッケー、ボイスメッセージ自分に伝えておいた、ありがとう、あ、来た、え、なんか部屋、あ、待って、これ言っちゃダメだ、あ、言っていいんか分かんないけど、うん、分かんないけど、え、でもなんか、うん、そう、そういうこと、無料コンテンツはショールームです24時間テレビの座席、結構豪能席で左ね、うちはアメリカ、え、任せて、リサ子のうちはわもうあったらあっただけ指さす、もう嬉しい、トンちゃん見つけるわ、ありがとう、オキさんの許可、え、違うから、え、本当にやめてください、違うから本当に、あと、なんかそういうなんかわーみたいじゃなくて、リサ子の場合はかっこいい系を目指してるのでなんか違いますよ、勘違いしないでもろて、皆さんやめてください、本当に韓国ストリートの、あ、そうそういうこと、韓国スト、皆さん韓国ストリートって打ってみて、それが好きなの、あざみあずって受ける、あずみさんのことでしょ、ウィンクしてくる、してくる、こそこそ、うん、全然言っちゃってる、重い女の子でも支えるようにもっと安心して、どういうこと、女の子を支えるようにもっと大、あ、大丈夫です受ける、大丈夫だよ、そんな、私女の子にしか重くないので、女の子ファンの方がにってこと、ライブ募金も楽しみです、ぜひ、え、じゃあ名乗ってくださいよ、僕ですって全国、え、そう言われた、全国ネットになんか一瞬だけどなんか映りますって言われて、あとちょこれ言って終わりますね、山口公演の時に前日に KRY さんにお邪魔させていただいたんですけど、リサ子はいつも見てる熱血テレビっていう番組のスタジオに入らせていただいて、特別に入らせていただいたんですよ、でいつも見てる風景やって写真撮ってもろって、もろってじゃない、もらって、へへへって感じだった、みんな違ってみる、ありがとう頑張る、おじさんには冷たいの、違う、いやそういう意味じゃなくて、リサ子はでも女の子ファンの子にはもう本当にあの愛してるんですよ、大好きだから、なんて言ったらいいんだかね、なんか嬉しいんですよね普通に、うん、難しい、なんて言ったんやろ、可愛いじゃん、うん、そこ、え、なんか
みんな可愛いんですよ、あの雑魚の女の子の方のファンの方がガチで好きで本当にそう、皆さんも応援してくださって本当に感謝してるんですけど、感謝してるんですけどねえ、そりゃねえ説明が難しいけど、でも皆さんに感謝してることは変わりないですよ、本当に本当にだって話すのは楽しいので。そうだよ、サーヤンさんめっちゃまだ思い合いで泣いてます。え、じゃあめっちゃもう鉄500キロぐらい持っていこっかな、そっちじゃない今日の配信の感じ好き、ありがとうございます、ラジオ番組でいつも見てる、ね、待ってやめてくださいそういつも見てるって言っちゃった、いつも聞いてるんですけど、聞いてますよそりゃ、こんばんは、いつかサイコロない、そのサイコロを持たせてもらったの、リサ子やばくない、で写真撮ったから、これは有料コンテンツなんですけどメールであげさせてもらいます、これガチだ、これガチのやつね、ガチで有料コンテンツのメールなのであげさせてもらいます、自分も可愛くなりたいおもろい、女子ですか、大事よ本当にね、そうだよ、りちゃんやっほー、りちゃん女性のファンどんどん増えてほしい、そう女のなんかね、だってさ、いろいろメイクの話とかなんか服装とかも話したいんだよ、もう可愛いから、もうりさ子の今の現時点についてくる女の子のファンの方はマジでもう一生愛す、待って、マジで重いかも、サチ行こうサチめっちゃおろいけ、ダンスの先生サチコって言われてるんですよサチコ、ほなそろそろ終わりますかねこんな配信を見てくれてありがとうございました、ということでちょっとまたちゃんと顔面を整えてから、あの次は服紹介をしたいということで、みんな来てね、多分明後日ぐらい、明日明後日か分かんないけど、まあ言います、ほな壇上読みます、13位 OKB さん、12位奈良西さん、11位エイタンさん、10位ヒロさん、9位チーチューさん、8位フラペチーノさん、7位カイワレさん、6位レグルスさん、5位イシちゃん、4位ヒラツグさん、3位ウィンバディさん、2位ヒロノリさん、そして1位がダラ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 ダーン、ゆうちゃんです、ありがとうありがとうございます、本当に今日も、あ、次は正面ですね、それな、ちゃんと正面で見ます、やりますということで、あのアイライン、まさかさっきせっかく配信のために配信のために引いたのにさ取っちゃったウケるんだけど、おもろ、でもありがとう、配信ありがとう、今日も大好き、あのゆうちゃんりちゃ子の方が大好きなので安心して、ゆうちゃん一生アイスで、ありがとうみんな、ありがとう、ゆめちゃん、ゆめちゃんって呼ばないでください、私のゆめちゃんをやめてください、かいわれさん、私のゆめちゃんなのでゆめちゃんって呼ばないでガチで重いそう、ありがたい、ありがとう、レッスン頑張ります、そう、アイライン取り配信だよ今日は、じゃあ今日のスクショお願いします、半分、はい、ありがとうございました、ということでまた、違う、あのちゃんとあれ、あのメールあげますので、終わった後ありがとう、バイバーイ
バイバイ、おやすみ、ありがとね、 See you。